比叡山焼討、比叡山焼討は、元亀2年9月12日、1571年9月30日に、現在の滋賀県大津市の比叡山延暦寺で行われた戦い。この戦いで、織田信長は、僧侶、学僧、商人、児童の首をことごとく跳ねたと言われている。またこの戦いは、ルイス・フロイスの書簡にも記載されている。一方、近年の発掘調査から、施設の多くはこれ以前に廃絶していた可能性が指摘されている。比叡山と信長が対立したきっかけとして、信長が比叡山領を横領した事実が指摘されている。永禄12年、1569年に、天台座主大種法親王が、朝廷に働きかけた結果、朝廷は、事領回復を求める臨時を下しているが、信長はこれに従わなかった。元亀元年6月28日、1570年7月30日の姉川の戦いで勝利した信長であったが、同年8月26日の野田城、福島城の戦いでは逆に、浅井長政、朝倉義景連合軍に背後をつかれ、浅井、朝倉連合軍は、比叡山に立てこもり比叡山の攻防戦、滋賀の陣となったが、扇町天皇の調停により和睦した。浅井、朝倉連合軍に加え、近江南部、甲賀では、六角義方がゲリラ的に活動し、三好三陣衆も摂津、河内を抑えて、再び京奪還を狙っていた。さらに、石山本願寺を率いる県女は、摂津、河内、近江、伊勢、そして、信長のお膝元でもある尾張の門徒衆にも号令を発していた。元亀2年1月2日、横山城の城主であった木下秀吉に命じて、大阪から越前に通じる回路、陸路を封鎖させた。石山本願寺と浅井、朝倉連合軍、六角義方との連絡を遮断するのが目的であった。この時の命令書が残っている。信長は、尋問して不審な者は殺害せよと厳しく命じている。この時の通行封鎖は、かなり厳重だったらしく、広賢記には、奈良の広賢の使者も止められたので引き返したと記されている。同年2月、孤立していた沢山城が降伏し、城主の磯野一正が立ち退いたため、信長は丹羽長秀を城主に据え、岐阜城から湖岸平野への通路を確保した。5月には、浅井軍が一向一揆と組んで、再び姉川に出軍し、堀州村を攻め立てたが、木下秀吉が堀を助けて奮戦し、一向一揆、浅井連合軍は敗退した。同月、信長は伊勢で長島一向一揆に参加した村々を焼き払うと、8月18日には長政の居城となっていた小谷城を攻め、9月1日に柴田勝家、佐久間信盛に命じ、六角義方と近江の一向一揆衆の拠点となっていた志村城、小川城を攻城した。志村城では670もの士気を上げ、ほぼ全滅に近かったと思われている。それを見て、小川城の城兵は投降してきた。また金が、森城も攻城したがこちらは、大きな戦闘もなく落城した。9月11日、信長は坂本、三井寺周辺に進軍し、三井寺山内の山岡景直の屋敷に本陣を置いた。当時の比叡山の主は、扇町天皇の弟である、佐藤助法親王であった。比叡山は、京都を狙う者にとって、北陸路と東国路の交差点になっており、山上には、数多い防車があって、数万の兵を要することが可能な戦略的に、重要な拠点となっていた。先の比叡山の攻防戦では、比叡山川は信長が横領した事領の返還を、約束する講和も拒絶し、浅井、朝倉連合軍を助けたりもしたので、戦国合戦大辞典によると、軍事的拠点を完全に破却しようと考えたとしている。信長包囲網で、各勢力から包囲される中、近江の平定と比叡山の無力化が、戦線打破の重要課題と考えられていた。比叡山の無力化とは、比叡山が、信長方に属さない以上、軍事的役割の抹殺つまり、比叡山の徹底的破壊を意味している。しかし、織田軍の武将の中に、この考え方に賛同しない者もいた。保安信長記によると、佐久間信盛と武井雄安らが、と、前代未聞の戦という言葉を使い強く諌めたが、信長はこれに激しく反論し、全山焼き討ちが決定されたと思われている。ただこの下りは、織田信長総合辞典によると、信長後期にも得ないから、事実か否か明らかではないと解説している。この時、池田恒興が進言し、夜になってしまえば調散する者も出るであろうから、早朝を待って取り巻いて攻めれば一人も打ち漏らすことなく打ち取ることができるとした。信長はこの言を聞き入れ、11日夜中より、比叡山の登録を3万の兵が隙間なく取り巻いて、早朝の合図を待った。この動きを察知した延暦寺は、黄金の半金300を、また堅田からは200を送って、攻撃中止を嘆願したが、信長はこれを受け入れず追い返した。ここに至り戦闘やむなしとしたのか、坂本周辺に住んでいた僧侶、僧兵たちを山頂にある根本中道に集合させ、また、坂本の住民やその妻子も山の方に逃げ延びた。元亀2年、1571年9月12日、織田信長は全軍に総攻撃を命じた。まず、織田信長軍は、坂本、堅田周辺を放火し、それを合図に、各所でほら貝と時の声が上がり、攻め上がっていた。信長後期にはこの時の様子が、と記されている。坂本周辺に住んでいた、僧侶、僧兵たちや住民たちは、日吉大社の奥宮の八王子山に立てこもったようだが、ここも焼かれた。この戦いでの死者は、信長後期には、数千人、ルイス・フロイスの書簡には、約1500人、時継狂気には3000から4000名と記されている。信長は戦後処理を明智光秀に任せ、翌13日午前9時頃に、精鋭の馬回り衆を従えて、比叡山を出立、上洛していった。その後三宅、金森の戦いでは、近江の寺院を放火していく。延暦寺や日吉大社は消滅し、寺領、車両はことごとく没収され明智光秀、佐久間信盛、中川重政、柴田勝家、丹羽長秀に配分した。この5人の武将たちは、自らの領土を持ちながら、各々頼吉をこの地域に派遣して治めることになる。特に、光秀と信盛はこの地域を中心に支配することになり、光秀は、坂本城を築城することになる。一方、延暦寺川では、小学院郷森らが何とか逃げ切ることができ、甲斐の武田信玄に庇護を求めた。信玄は彼らを保護し延暦寺を復興しようと、企てたが、元亀4年、1573年に病死。実現を見るに至らなかった。天正7年、1579年6月の日吉大社の記録には、扇町天皇が108社最高の臨時を出したが、信長によって臨時が抑えられ、最高の動きは停止されてしまったとある。その後本能寺の変で、信長は倒れ、光秀も山崎の戦いで敗れると、生き残った僧侶たちは続々と帰参し始めた。その後、羽柴秀吉に山門の復興を願い出たが、簡単には許されなかった。山門復興こそ、簡単には許さなかったが、千春とその兄謙鎮の二人の僧侶を息に感じ、それより、陣営の出入りを許され、軍政や政務について相談し徐々に秀吉の心を掴んでいったと思われている。そして小牧、長久手の戦いで出軍している秀吉に、犬山城で度重なる要請を行い、ついに天正12年、1584年5月1日、小学院郷生と徳雲県全州に対して、山門最高版物が発せられ、造営費用として、青銅1万貫が寄進された。比叡山焼き討ちの約13年後のことであった。昭和後期に大講堂の建て替え工事や奥比叡ドライブウェイの工事に伴う発掘調査が断続的に行われ、比叡山焼き討ちに関する考古学的再検討が行われた。考古学者である金安康明の織田信長比叡山焼き討ちの考古学的再検討。滋賀考古学論争第一集によると、明確に、信長の比叡山焼き討ちで焼失が指摘できる、建物は、根元中堂と大講堂のみで、他の場所でも、小土層が確認できるのが、この焼き打ち以前に廃絶していたものが大半であったと指摘している。また遺物に関しても、平安時代の遺物が顕著であるとしている。発掘調査地点は、比叡山の全山にわたって調査されたわけではなく、東東、西東、横川と限定されているが、焼き打ち時に、比叡山に所在していた同社の数は、限定的で、坂本城の遺物に比較して16世紀の遺物は少ないことから多聞院日記に記載されているように僧侶の多くは坂本周辺に下っていた。したがって時次狂記やお湯殿の上の日記に記載されている寺社同等504棟が一羽も残らず灰になり、僧侶男女3000人が一人、数と首を切られて全山が火の海になり、9月15日までに放火が断続的に実施され、大量虐殺が行われたという説は、誇張が過ぎるのではないかと指摘している。信長の天下布武への道では、殺戮は八王子山を中心に行われたようであるとしている。兼康は、これまでとは視点を変えて、織田信長の人物像をはじめとする、戦国時代の歴史観を再構築しなくてはならない、時期が訪れつつあると結論づけている。同時代の人間、山科時次は、時次狂日記において、仏法破滅、王法以下があるべきことかと焼き打ちしたことへの不安と、動揺を吐露し、宮中においても、信長の焼き打ちを、お湯天上日記におい、と批判されている。また先日のように、武田信玄は、この焼き打ちを非難して、比叡山を復興しようとした。加えて、信長後期でも焼き打ちの理由は、比叡山が浅い朝倉方に着いたのでその憤りを三千がためと記しており、年来のお胸もわだかまりを三ぜられおあんぬとしている。すなわち焼き打ちは敵対した者に対する攻撃であったというのが本質である。信長後期の記す天との恐れをも顧みず、淫乱、魚鳥を食し云々のくだりは事実ではあるが大義名分であり、討伐するための論理であるという指摘がある。後代には、当時の比叡山が堕落していたことが指摘され、焼き打ちの攻めを、比叡山に帰する指摘、犠牲者避難が多く行われている。当時の資料である1570年、元亀元年の多聞院日記にも、比叡山の僧は、中学を怠り、一山僧を果てるようなありさまであったと記されており、信長後期にも、このような記述がある。そして、何より、延暦寺が慶の鬼門を封じている非常に重要な寺社であるにもかかわらず、扇町天皇や朝廷も正式に抗議をしていない。このため後世の比叡山川への同情は薄く、小瀬甫庵も太閤記で山門を滅ぼす者は山門なりと批判している。儒学者である新井白石が読史世論で、そのことは残忍なりといえども、長く、明像。比叡山の僧の凶悪をのけり、是また天下に、公有寺の一つ、正部師として以降、比叡山焼き打ちは、肯定的に評価されてきた。現代の歴史家でも信長による古代的権威の克服、宗教的束縛からの解放を目的とした、合理的な行動として肯定的に評価する説や、天下に君臨し、時には天皇もしのぐ権力を振りかざし傍若無人の振る舞い、仏法を説くことを忘れた、うつつを抜かす教団に、織田信長が天に代わって、鉄槌を下す、という側面もあったのではないかという説がある。林家達三郎のように、武田信玄が比叡山復興を旗印にしたことによる不利と、比叡山勢力を石山本願寺対策に利用することもできたという指摘をし、戦略的に満点とは言えないとする論者もいるが、伊沢元彦のように、信長は、初めから、宗教勢力の武装解除、及び過剰な経済力の剥奪を計画しており、いずれ衝突は避けられなかったという意見もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。